さとこの農業タイム。こんにちは、山野さとこです。皆さんお元気ですか？さて、今回の農業タイムは慌てん坊のカニの床屋さんの歌です。慌て床屋。作詞山田耕作作曲です。この曲はね、1923年に発表されました。1923年というのは大正12年にあたるんですね。みんなの歌などでもね、発表されたので聞いたことがある方もたくさんいらっしゃると思います。この歌詞の中でね、お耳が邪魔でちょんと切り落とす切り落とすっていう言葉がね出てきてびっくりしちゃいますけども、でもまあせっかちなうさぎさんがやってきて、早く髪の毛切ってくれって来て、カニさんがね、あーどうしようどうしようって、このカニのこのハサミでちょってちょこってこう耳をね切っちゃっただけじゃないかなっていうふうに私は思っているんですけれども、まあ、ファンタジーな世界ですからね、ぜひこの楽しいユニークな歌の世界を皆さんも聞いて歌って楽しんでもらえたらと思います。今日は慌て床屋をお届けしました。それじゃまたね。チキチキ。